モズライト、ベンチャーズモデルモズライトは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ベーカーズフィールドに本拠を置いていた、ギター、楽器メーカー。1950年代前半に、元、リッケンバッカーの社員であったセミーモズレイによって、創設され、幾度の倒産を経ながらも1994年前半まで、存続していた。セミーモズレーは、ロサンゼルス近辺にて1952年頃から、 ギター製作を開始、その後、立憲バッカー工場で勤務し、欧州からもたらされた、ルシアンの技術を現在ギター製作に導入した、ドイツ系の移民、ロジャー・ロスマイズルから習得した。同時期に、ダウニーにて初めて、ソリッドボディのギターを製作し、トレモロユニットを発明したポール・ビグスビーからもギター製作技術を習得した。 ジョー・メイフィス・ダブルネックモデル1954年に、セミーは自宅ガレージでトリプルネックギターを制作。他に制作したダブルネックギターをジョー・メイフィスに提供。1956年に地元の投資家でもある牧師より協力を受け、兄と共同でギター制作会社、モズライトを起業。モズレイの名と投資家の牧師、ボートライトの名を合わせて、モズライトとした。 セミーは立憲バッカーの同僚に社外でギターを制作していることを喋り、それが元で立憲バッカー社から解雇される。創業当時はすべての生産はカスタムメイドでガレージやナヤでの手作りであった。1959年にアニアンディはテネシー州ナッシュビルに移り、造反に挑戦したが、少数しか売れなかった。 1951年までロサンゼルスにて生産を続け、少し北のオイルデールに移る。そこで1962年にダブルネックのジョメイフィス、モデルを設計、弟子のラリー・コリンズにも同モデルを提供。ベンチャーズモデルは、マーク I からマーク V、マーク X、マークエルブと1963年からベンチャーズとのライセンス契約が終了する1967年まで、 フルラインのシリーズとなる。1968年のピーク生産時は月600本のギターを生産していた。モズライト、ベンチャーズ2再発版、ジョニー・ラモー・オン・使用モズライト上メーフィス・ダブルネック。モズライトは1968年末に競合者と契約した後、倒産。その後は直接小売店と契約をし、1969年に、 工場のドアが施錠されるまで280本のギターを販売した。倒産2年後、モズレイはモズライトの名を買い戻し、1970年にはギター製作を再開。その後1970年度半ばにオクラホーマ州に、1981年にノースカロライナ州に、1991年にアーカンソー州に移動。モズレイはギター製作には長けていたが、 基礎的な事業運営力に欠けており、1960年代から1970年代にかけて何度も事業的に困難に陥りながら自ら制作を継続していた。ほとんどの商品はモズライトの評判が高かった日本への輸出であった。セミーモズレイは1992年に死去。モズライトギターは特有のデザイン、音質から多くのギタリストに愛用され、 ベンチャーズや加山雄三、寺内武氏の影響で特に日本で人気を博しグループサウン好きにも需要があった。1968年5月には日本のファーストマン社と正式なライセンス契約が結ばれアベンジャーモデルが発売された。アベンジャーのネーミングは当時の日本ではモラレス ES-300 や ES-500 を筆頭に 様々なコピーモデルが氾濫していたので、それらに対する復讐の意味があったと言われている。1970年代の後半から、パンクバンド、ラモーンズのギタリスト、ジョニー・ラモーンが愛用していたこともあり、今も多くの若者に支持されている。後に、1980年代以末に、ノースキャロライナ州、ジョナスリッチに、そして晩年は、アーカンソー州ブーンビルに移転し、 モズレイが設立したユニファイドサウンド社が生産を行っていたが、1992年にモズレイが死去すると4番目の妻のロレッタ・モズレイが経営を引き継いだものの、1994年に倒産した。ちなみに元ユニファイド社のスタッフやフィルモア側の証言によると、ロレッタ夫人は倒産後、ブーンビルの工場を引き払ってネバダ州のカーソンシティに転居してしまった。 1976年からモズライト代理店として営業してきた日本のフィルモア楽器がモズレイの死後浮いた商標を再取得し東海楽器製造を及びアメリカ国内のギターメーカーに製造を委託してモズライトとして販売している。前述のようにベンチャーズ前世紀にはセミーモズレイとも親交のあった日本のファーストマン社がモズライトの許可を得て 日本製モズライトギターを生産していたが、1969年に米モズライト社の倒産の煽りを受けて昭和44年7月にヒルウッドに名称変更しギター制作から撤退した。その際、ファーストマン社の下請け会社であった黒雲製作所がアベンジャーやベンチャーズモデルなどの生産を続けていたため、商標仕様の権利をめぐって、前日のフィルモア楽器が訴訟を起こしたが、 東京地方裁判所において、双方ともに正式な商標権を持たないことが確認された。その後も、ロレッタ未亡人がモズライトの主権を主張し、京都府に工房を設け、かつてモズライトの工場に勤務しているクラフツマンを迎えて、モズライトギターの受注生産を開始した。これにより、現状では、フィルモア製モズライトと黒雲製作所制、そして、 ロレッタが設けた攻防性の3種類があることになり、さらに2009年6月15日、ロレッタモズレー側がフィルモア及びアメリカでのモズライトのディストリビューターであるエドロマンギターズ社を相手取り、モズライトの所有権を改めて明確にすることを求め、アメリカ合衆国連邦裁判所に対していそ、正式にロレッタ未亡人がモズライトの判権を取得した。なお、 日本における直近のモズライト商標に関する継承者は、亡くなったモズライト創設者の一人で、モズライトギターを考案したセミーモズレーの未亡人、ロレッタモズレーである、と東京地方裁判所は述べた。これまで、排他的にモズライト商標を行使できると目されていた、株式会社フィルモアは、一心で完全に敗訴した形になっている。ロバーツ、ジェームズ・エイチ、アメリカン・ベイセス。 アンイラストレーテッドヒストリープレイヤーズガイドハルレナード P128ISBN 9780879307219http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス ID=5LBKZCS746OC& ピコグラム =PA128 商標新結データベースありがとうございます